はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第12話ですね、進んでいきましょう。いやー、いよいよ明日はセントラルベース攻略戦ですな。人々の希望を背負い強大な敵に挑む男として武者震いがしますな。あ、言っておきますが、決して夜風が肋骨に染みたとか本当は怖くてたまらないなんてベタなオチじゃないですよ。おや、受けなかったみたいですね、メールちゃん。あのね、サルディアスさん、明日は大事な決戦なの。知ってますよ、さっき私もそう言ったじゃないですか。今夜はその前の大事な時なの。せっかくダーリンとイチャイチャしようと思ったのに、どうして邪魔するのよ。どうしてとおっしゃられましても。気にすんなおっさん、確かに大きな戦いになるが、俺にとっちゃこういうのも慣れっこよ。それより一杯やろうぜ、夜風に吹かれながらのビールも悪くねえ。喜んで。こういうお相手はメールちゃんには無理ですしな。もうちょっと大人になれば私だって美味しくお酒が飲めるもん。それは後の楽しみにとっておきましょうや。その点私は今日がランドさんと飲める最後の日かもしれないんですから。サルディアスさん、勝っても負けても明日でこの旅は一区切りする。親方を探しながら修理屋を続けるお二人と違い、明日以降の私は何もやることはありませんからね。どこかのレジスタンスグループに参加しないの？こう見えても人見知りでしてね。それにここだけの話ですが、私どうにも戦いというのが好きになれないたちでして、だったら戦い以外の生き方を見つければいいさ。私にできますかね。時空振動でごちゃ混ぜになった世界だ。地球人もそれ以外も関係ねえ。要はやる気ってことよ。はい、ヒートスマイルいただきました。それでは我々の門出に乾杯。あ、決戦を前に乾杯ってのは縁起が悪くないですか。もうせっかく盛り上げたのにそんなこと言うなら向こうに行ってもらうから。ははは、申し訳ありません。あっちでクラビアさんのお邪魔をする気はありませんから。それに私なんだかんだ言ってこうして皆さんと一緒にいることを楽しんでますからね。向こうは盛り上がってるみたいだな。そうですね、節子とオリオンは？オリオンさんがいつもの別行動をとっているので節子さんが探しに行ってます。ま、あいつの相手ができるのは節子しかいねえからな。じゃあ俺たちもランドたちと一緒に一杯やろうぜ。クロウさん、なんだよ、ちょっと距離が近すぎないか。安心してください、いきなり襲ったりはしませんから。ここで手を出すのはチーフさんという方とエスターさんという方とマルグリットさんという方にフェアじゃないですから。だからそういうんじゃねえってば。いいんですクロウさん、私は私にしかできないことをしますから。私にしか？アドベントさんのことです。アドベントさんとブルーさんが明日の準備でいない今だからこそ私話したいことがあるんです。聞かせてくれ。細かなデータの計測や各機関の解析をしたわけではないので推測ですが、アドベントさんのアスクレプスにはスフィアは搭載されていないと思います。だがあいつはスフィアを追い求めている。それにアスクレプスにはリアクターを感知する機能が搭載されているって聞く。あの機体がどういう系統のテクノロジーで作られているかは分かりませんが、私はあの機体はスピアを集めるための存在だと考えています。アサキム・ドゥインとシュローガ、それがスピアを狩る存在であることはサイデリアルのデータにもありました。やつもアサキムと同じだっていうのか。質問で返して申し訳ありませんが、クロウさんはあの人から敵意を感じます？それはない。私もです。あの人が私たちの味方であることは間違いないと思います。だからますますわからなくなるんです。あの方が何なのか、あの機体が何なのか。そこまでにしようぜクロウさん。俺たちがやんなきゃならないのは明日の戦いに生き残ることだ。お前の疑問も研究もそれからだ。そうですね、それに私研究以外にもやりたいことがありますから。研究もプライベートも一生懸命です。おう、だがほどほどにな。じゃあランドさんたちのところに行きましょう。さっきからサルディアスさんがこっちをチラチラ見てますし。クラビア、え、明日頑張ろうな。はい。節子か、この辺りの夜は冷えるわ。キャンプに戻りましょう。余計なお世話だ。そうだったみたいね。でも体調には気をつけてねオリオン、明日は大事な戦いだから。
そしてそこでお別れだ。え？サイデリアルと戦う上で君たちと行動を共にする方がメリットがあると考えてきたが、もう限界だ。限界ってどういうこと？君の存在だ。これ以上君の顔は見たくない。ごめんなさいオリオン、本当に私おせっかいだったみたいね。ごめんなさい。これでいい。第12話、誓いの決戦。来るがいいレジスタンスども、主君様に任された以上この基地は必ず死守してみせる。随分と鼻息荒いじゃねえか司令殿は。ここを落とされたらこの大陸北部の統制が一気に崩され、なし崩しに大陸全体の戦局が五分になるだろうからな。ふん、サイデリアルが勝とうが負けようが知ったことではないが、ファイアバグの名にかけて依頼を遂行するまでだ。来るぞ各機攻撃準備。グリーンアースは後方に待機、周辺のレジスタンス部隊は進軍を開始しました。敵の防衛部隊の一部は彼らが引きつけてくれるだろう。それでもすごい数です。だが司空はいねえ、こいつはチャンスだ。彼の配下の部隊も見当たらないということは本当にここにはいないみたいですね。ラッキー、あいつさえいなければなんとかなりそう。やれるか節子、調子が悪いなら下がってろ。すまねえが今日はフォローに回れそうもねえ。大丈夫です、周辺で戦っているレジスタンスの皆さんのためにも引くわけにはいきません。オリオン、あなたが私をどう思っていてもいい。だけどこの戦いはあなたと共に戦う。私たちの目的は防衛、敵防衛部隊を全滅させ大陸北部に展開するサイデリアルの中枢であるこの基地を制圧することだ。だが戦いはこれで終わりではない。節子、ランド、クロウ、ここで死ぬことは許されないぞ。言っておくぜアドベント、死んじゃならないのは俺たちだけじゃねえ。ブルーもレッドもおっさんもクラビアもオリオンもだ。行きましょう皆さん。はいな。了解です。わ、私だってやりたいことがあるんです。頑張ります。オリオン、僕だって死ぬつもりもない。わかったわ。この大部隊を前にしてなおも進んでくるとは、愚かさも極まれるだな。まだあんた指揮官やらせてもらえてたのか。サイデリアルも人材難みてえだな。黙れ、このシャウダスリーダーに乗った以上今までの私と同じだと思うなよ。おやおや、武装王な期待に乗っちゃって。まあギルタ、あなたを倒してこの大陸を解放します。各機攻撃開始、勝利を我が手に。5単位内かできっかな。とりあえずこいつを前に出しとこう。ワイド、君たちに報いを与えよう。この星の力を貪る悪しき信徒よ、自らの愚かしさを知るがいい。ガンレオン届かない。とりあえずレイラインの上で陣取りましょう。平和を求めて多くの人が戦っている。私たちはその人たちの希望を背負っている。だから負けられない。クロウはいいけどクラビアが本当に弱いですからね。一応わー、バルゴラグローリーが反撃できないこの距離。マジか、全然反撃できねえな、射程が長い。おお、ファイヤーバグさすがだな、命中率が高いぞ。28って。どうしようかな、ペインシャウターを打ちましょうか。くらえ。ほらほら、覚悟のできたやつからかかってきやがれ。ダーリン気合入ってる。やるぜメール、勝利の美酒をいただくためにもな。
末はここで陣取りますか。よし、オッケー。俺は金にならないことはなるべくやりたくない男でな。そういうわけだ。無駄な抵抗してないでとっとと交代しな。答えないはちょっと厳しいっすかね、この状況だと。こいつ反撃できねえし、こいつも反撃できねえし、100% か。エイクロスだな、どうにも。めっちゃ狙われてる。ギルターはまだ侵入してこないですね。とりあえず少しずつ上に行きましょうか。集中とかかけとく。ほい。コンバットアクションセンターで一気倒しましょう。よし。で、どうしようかな。こいつはそのままでいいか。こっちに集中。やるんだ。大陸を解放するためにもこの基地を落とす。集中プラスと。おー、マジか、攻撃できねえ。こいつは射程の長いものにしとこう。あれ、あんまり変わんない。集中があるからをメインに。さて、やりますよ。もしかしたらこれが私の最後の戦いかもしれませんからね。ちょっとセーブしとこう。続いて4ターン目か。こいつの射程長いな、本当に。いけるか。あ、ボール攻撃が便利ですよ。一応届く。当たった。レイライン上で戦闘になりそうだな。今4ターン目。ここでほぼ全員倒せないとちょっと厳しいな。行くぜ、ペインシャウター。いや、こいつを狙おう。よーし。スピゴットは3しかないからな。で、こいつだな。で、これ使いましょう。マップ兵器。ハイストレイターレッド、シュート！
よし。コタン全滅無理だ。スピゴットで二人倒して。こいつかな。これで倒せれば望みはあるけど、どうだ、一体残ったか。でこいつ一応反撃しとこう。死なないよね。援護防御入るから大丈夫か。施設コウハラ、せめて貴様だけでも捕獲する。わからない、なぜあの人は私を狙うの。よし、来ました。2万7000か。どうだろうな。とりあえず集中をかけてマキシマムブレイク。くらえくらえくらえ。こいつの直感集中マキシマムブレイク。よし、行くぜ。貴様だ。貴様が現れてから私の転落は始まった。それが君の運命だったんだよ、ギルタ。そして覚えておくがいい、この運命を決めたのがこの私であることを。お、いけるかな。集中プラスしてマキシマムブレイクで。あ、届かねー。マジかよ。3900だったらいけるっしょ。くらえ。正面からの力押しとはお前にしては芸のない戦い方だな。黙れクローブルースト、貴様たちを潰すのにこの私の頭脳は必要ない。 OK だキルタ、下手の考え休みに似たりってのをやっと理解したようだな。何？お前の卑劣な作戦はキャーキなんだよ。そろそろインドを渡してやるんでゆっくり休みな。びっくりした。殺されたかと思った。さよなら。お、金塊さんもあるね。え、いかん、このシャオダスリーダーを失うわけには。なんだあいつ、妙に期待を失うことを恐れていたみたいだが、向こうの事情なんか知ったことかよ。あの陰険野郎と二度と顔を合わせないってならそれでいいさ。そうだな、ギルターは私を狙っていた。リアクターの中でなぜ私だけを標的にしていたの。で、あとはこいつを倒して普通でいいや。ぶん回すかな。え、結構エネルギー使うな。15か。よし、ギリギリしたね。敵防衛部隊の全滅を確認。やったー、私たち勝ったんですね。ああ、これで中央大陸の北部は解放される。まだだブルー、まだサイデリアルとの戦いを五分の状態に戻したに過ぎない。でもこれは大きな一歩です。おう、こっから地球側の大逆転と行くぜ。10月11日午後4時。なんだよおっさん、この記念すべき時を記録するってのか。そういうことなら私に任せて、写真もバッチリ撮ってるよ。では我々の別れの瞬間をバッチリ撮影してください。え、そろそろ時間なんです。どうしたクラビアン。うわー、クラビアン触るな。グッ、クラビアさん何しやがる。うるさーい。なんだ、何がどうなってやがる。おっさん、何か知っているのか。サルディアスさん、待てよおっさん。お別れです、ランドさん。皆さん楽しい旅でしたよ。何を言ってやがる。改めて自己紹介しましょう。
私はサルディアス・アクス、サイデリアルのアンタレスの副隊長です。あんた、スパイだったのか。内通者という意味ではノーですが、皆さんの敵という意味ならイエスです。アンタレス、それってサソリ座を構成する星の名前では。ご名答。ではご紹介しましょう。なんて読むのこれ。なんとかのマカツのスフィア搭載機アン・アーレスを。あークラビア、あれに乗っているのはクラビアなのか。その通り、あれが彼女の真の姿です。てめえ、いいのですかな、私みたいな小物を相手にしていて。お前たち、あなたが手に入らないなら私は切り裂いてやるぞ、ズタズタに。クラビア、あいかん、死ねー。毒の花よ、咲き誇れ。クソ、こいつはギルターの罠と同じ。その通り、もっともあれは粗悪な偽物で、こっちが本物のサソリの毒ですけどね。クラビア、ははは、いい君だよ。すいませんね、こんな騙し討ちみたいな真似をして。まあこれも私の任務ですので、お恨みにならないように。あ、アンタレスには不似合いなセリフでしたね。てめえ、さすがはランドさん、この状況でも意識を失わないとは。でもここからの逆転はちょっと無理でしょうね。そうかな、サルディアス隊長、今行きます。レッド、まさかあんた、バカ野郎、謝るんじゃねえ。やめて。うおクソが。見事です、レッドさん。お、いっぱい出てきた。ブラック、隊長、ホワイト、援護します。ブラック、ホワイト、カッキー、この間に離脱だ。レッドの死を無駄にするな。でも死にたいのか、節子こいつも怪しすぎなんだけど彼らは我々の敵だ、それを認めるんだ。はい、クラビア、おっさん、いや、どうせオリオンも裏切るだろう。離脱しましたか、そう来なくてはね。グッ、うー、苦しいでしょうね、クラビアさん。では鎮静剤を投与してあげましょう。その後はゆっくりお休みください。後始末は私がしますから。おー、改造費返却。はい、というところで、まあやっぱりサルディアスは普通に裏切りましたね。で、あと裏切るのは多分こいつオリオンでしょう。あ、ホワイトとブラックがいるうん、まあこいつらはとりあえずは大丈夫そうかな。ちょっとわかんないですけど。量産型アスクレプス、あと武器もちょっと鍛えたいんで、バルゴラの5万2000円か、2段階ずつ鍛えるか、1人を思いっきり鍛えるか、どうしようかな。そうするとガンレオンあたりがやっぱりペインシャウターがあるんで、こいつを3段階鍛えて、あとは2段階ずつ鍛えますか。お金が4万5000円余ってるから、顔料もう一回いけるかな。よーし。お、照準は3段階ずつ鍛えられてますね違う、ブルーのか、あれは。1万円かかるのか。じゃあこれで。はい、というところで、では第12話はこれで終了したいと思います。